ですよね。で、まあこう上にあの草を結構引いてます。でこれはまあこの辺のね周りにある草なんですけども、まあこれを土のこう覆う、こう覆いかぶせるっていうのはマルチって呼ぶんですけど、でこれ草でこう覆うのを草マルチというふうに呼んでます。で、まあ、あの草マルチをすると、まあ、たくさんいいことが実はあってですね、あのまずはあの、土、微生物ですね、微生物がたくさんいます。で微生物があのとあの植物の共生であの植物が育っていくので、まあ、直射日光から守るという役割があるんですね。まあ、あとはもう一つはあの要は保水性ですね。まあ、何もないとですねあのカラカラになってっちゃう、すぐカラカラになっちゃうんですけど、まあ、こういうのがあるとあの雨が降ってそうするとそこの下がこうずっとこうウェットな状態が続くというのがあります。あともう一つはですねあのこれ自体草自体がこうだんだん、まあ、微生物とか虫とかに食べられてそれで養分になっていくんですね。これ自体あの植物体はもともとだから炭水化物でもあるし植物を作っているもの全てがここにあるわけですよね。でそれがあのここに戻っていくん でそれでこの野菜の植物の養分になるということにもなるのであのこれだけでいくつものね役割を同時にしてくれると。あともう一つありますね。あと雑草が生えにくい、あのこれで光を抑えるので雑草が生えてきにくくなるんですね。これでもまあ普通のねとこでやってるとこよりもちょっと厚めの草マルチなんですけどもっとこう分厚くするケースもあるんですけど、そうするとですねもうほとんど何もしなくてもいい、 あとほったらかし雑草も生えないし、まあ、雨のやつでもう、何もしなくていいという感じなので、ちょっとまあこういうね草を集めるのがめんどくさいんですけど、それ以外はこういうふうにしとけばあとはもう、植物の力でね、育ててくれるので、こういうやり方っていうのはまあおすすめです。緑のがそういうふうになってくるんですか。緑っていうのはこれ、うんうん、それがだんだん、まあ、これも緑も茶色もみんなあの元々その辺の雑草なんですよ。枯れてるのかなと。そうですね、枯れてます。これあそうか、朽ちるのが早い方が。そうか、2日前ぐらいだったかな、これ自体がね、はいはい、ちょっとすればこうなっちゃってどんどん薄くなってきます。かなり分厚くやってもしばらくするともう薄くなってくるの でどんどん土に返ってくるので、なるほど、結構厚くやってもいいんですよ。で厚くやればやるほど雑草は生えてこない。で、まあ、間に新聞紙をね、本当は、これは新聞紙をこう引いてもいいんですよ。そうするとあの本当ほったらかしで OK みたいになるので、そういう意味ではあの管理が楽だし育ちもいいしという形ですね。まあ、なかなかあんまりこういうやり方してる人少ないんですけど、で栄養分も自己調達みたいなことをしてくれるので本当にいいですよ。悪いことが一つも実はないという、そこら辺のこう、ね、野原だって同じようにできているので、そういう、ね、自然の摂理そのものであのを生かして育てることができるので、まあ、全然大丈夫です。